皆さんこんにちは、エペボーチャンネルです。いつもエペボーへの投稿、エペボーチャンネルのご視聴誠にありがとうございます。さて今回もね、新規初投稿のボード、兵庫県加古川市28歳ムラッチさんからのね、ギター用のスイッチャーボード投稿いただきました。誠にありがとうございます。ペポーニューステッカーね、投稿いただいて翌日にはねお送りさせていただきましたらね、早速、ツイッターでね、写真付きでコメントいただきました。誠にありがとうございます。で今回ね、MS3 でね制御されたエペボーイさんがね今絶賛おすすめ中の、ミュージックワークスのねこの取っ手付きの、板、バッグンボード、割と大きめですよね、こちらでね組んだボードなんですけれどもね、ポイントはね今回、ループ、MSE のループの一つにですね、このマイアンプのヒュース&ケットナーのアンプをねかましてるってことなんですね。まあ、通常ですとループにですね、好きなね、歪み、を置いていくと思うんですけれども、今回直接アンプをかませているというところがね、非常に、ポイントになっていると思います。でこれをするためにはですね、アンプ側にも、センド&リターンついていないとできませんので、ぜひともねこれからマイアンプをね導入されたい方とかね、アンプ持っているけれどもこの4ケーブルメソッド、をしたことがない方、ムラッチさんのねこの接続方法をぜひともねチェックなさっていただきたいと思います。またミディでねクリーンチャンネルとの切り替えもね、訪れなくできるというふうにねコメントされておりますのでね、次回はねこの操作してるところ、音の切り替えのところとかですね、なんか解説動画とか見てみたいなというふうに思いました。それではねステッカーの方もねぜひとも貼ってねまたお使いいただきたいなというふうに思います。この度は投稿誠にありがとうございました。